どうも皆さんこんにちは、ひとりやかたです。今回は支柱にかけてね、引いたら閉まるっていうロープワークナットヒッチをご紹介します。早速やっていきますね。まずロープを右から左へ通して、で元ロープの上にね、こういう感じにかけますね。で下から通して、で今度元ロープの下に通ります。こうですね。で最後ここのループに上から通して、で引き締めていくと完成です。で英語のこのナットヒッチのナットは小さい虫のこと指すみたいなんですけど、なんかこう虫の頭に似てるからそういう名前がついたんかなと勝手に想像しています。これがナットヒッチです。解除方法は2回緩めますね。まずここですね、この部分を少し緩めて、でこのね元を少し引き出してから、あと本体の方を緩めると、これで解除ができます。まあ、よく引き締まるので、こういうタイプってよく引き締まるタイプって解除するのがちょっとね面倒くさい感じはしますね。一長一短というか、もうガツッと締めてもうそのまま使うっていうのにはいいかもしれないですけど、何度も緩めてっていうこういう往復があるときはちょっと僕は使わないかな。何度もこの引き締まったやつを緩めないといけないのでね。じゃあ実際僕が現場でよく使ってるロープワークってどんなんやっていう話なんですけど、まあ、ついでなんでご紹介してます、しますね。一つはカルミークループです。これはもう間違いなく便利なんでよく使いますね。やり方はね、カードに貼っているので、詳細はそっちを確認してほしいんですけど、結びも早くて解除も早いね。丈夫なロープワークです。で、この支柱にガチって止めて仕事したいっていう時は、バックハンドヒッチですね。これもまあカードに貼ってるんで見てくださいね。ここが二重になってて、強いっていうのと、なんていうのかな、さっきのそのナットヒッチと比べて強く引き締まっても割と解除がしやすいので、僕はこれをよく使います。あとはもう好みの問題になってくると思うんですよ。これは割と結び方は早いので、用途に応じてはその便利な結びやとは思うんですよ。皆さんも実際にやってみて、で良ければね、そのメインのロープワークの一つとしてご使用になられればと思います。丈夫なんでね。じゃあ今回はナットヒッチのご紹介でした。